マカオの戦いは乱ホ戦争中の1622年、中国南東部のマカオのポルトガル距離打ちで起きた戦闘。ポルトガルは要塞が貧弱で、人数も劣勢にもかかわらず、3日間の戦闘を経て6月24日にオランダを撃退した。2016年現在までヨーロッパの国間の大規模な戦闘のうち、中国本土で戦われた唯一の戦いである。 1557年にポルトガル人が病床の管理からマカオにおける居住地建設の許可を得て以来、マカオの港は日本と中国の間の貿易仲介で大いに潤った。これは和光を恐れて民が解禁を敷いたからであった。ポルトガルのマカオにおける成功は東アジアでの基盤確保に出遅れた他のヨーロッパの海洋国家の嫉妬を将来した。 スペイン王フェリペ2世が1580年、ポルトガル王位継承危機で、ポルトガル王に即位して以降、ポルトガルの植民地は、オランダやイングランドなどスペインの敵国からの攻撃に、さらされた。これらの敵国はほぼ存在しなくなった国を踏み台に、して海外に帝国を拡張しようとしていた。オランダは1601年、1603年、1607年と、マカオを襲撃していた。 しかし、1622年の進行は、市の占領を目的としていた点で、それまでのものと異なっていた。平戸港を拠点とするオランダ商人が長崎を拠点とするポルトガル商人に遅れをとっていた。これは、マカオを拠点とすることで、ポルトガル商人は中国市場に容易にアクセスできていたためである。この現状に不満を抱いていたオランダは、マカオを占領することで、 中国貿易の拠点を得るとともに、ポルトガルのドル箱であるマカオ、長崎間の貿易路を妨害することを目論んでいた。また、マカオが占領されると、フィリピンのスペイン植民地は支援を失うことになり、オランダのマニラに対する攻撃を容易にすることも期待されていた。オランダの度重なる襲撃にもかかわらず、ポルトガルは明朝の官僚による介入で、マカオ市に、 強固な守備を築くことができなかった。このため、マカオの防衛は、少数の砲台に限られた。一つは、マカオ半島の西、後のサンティアゴダバッハ砲台と同じ場所にあり、二つは、南湾にあり、そしてもう一つは、サンパウロ天守道近くにある、まだ完成していなかったサンパウロ砲台だった。マカオの防衛体制の貧弱さは、1621年末、 マレー半島沖でオランダ船ガリアスが手紙の箱を載せたポルトガル船を打破したことでオランダの知るところとなった。この手紙と日本からの情報でオランダ領東インド総督のヤンピーテルス・ゾーン・クーンはマカオが大規模な侵攻に抵抗できないと判断し侵攻計画を実行に移した。マカオと方向遠征を計画したオランダ領東インド総督の ヤンピーテルスゾーンクーンバタビアのオランダ東、インド会社本部で、クーンは、マカオ遠征に8隻からなる艦隊を組織した。さらに途中オランダ戦と遭遇した場合、遠征艦隊に参加させる命令を出した。上陸軍の兵士は厳選され、アジア人兵士の比率は通常より下げられた。クーンは遠征隊に満足し、本国の東インド会社ハーグ委員会の役員会に、 当てた手紙で、このような堂々たる遠征に自ら参加できなかったことを悔いた、と書いた。本国の役員会は、彼の興奮には乗せられなかった。彼らはすでに多くの戦線を抱えているので、判断を下すにたる情報を送るまで空運には、待機を命じた。しかし、コルネリスレーエル戦率きる艦隊は、この命令が発される前の1622年4月10日に、 すでに出発してしまっていた。遠征の最終的な目標は中国沿岸にオランダの拠点を確保し中国に貿易を強制させることだったのでレール船にはマカオを攻撃しないという選択肢もありその場合は代わりに宝庫に拠点を築く計画だった。6月8日艦隊は滝木と水の補給にカムラン湾に入りそこで インドシナ半島の外れで遭遇したオランダ船4隻を艦隊に組み入れ、また船1隻をマニラの海上封鎖の任務についているウィレム・ヤンスゾーンに援軍として派遣した。このため、2日後に艦隊がカムラン湾を出た時には艦隊は11隻になった。数日後、シャム隻の戦闘用ジャンク船が通りかかった。このジャンク船には、 シャム人28人と日本人20人が乗っていたが、日本人たちはオランダ人の遠征に参加したいと申し出て許された。これで上陸軍は約600人になり、中には日本人、マレー人、バンダ諸島人もいた。遠征の前、クーンはヤンスゾーンにマニラフーサの船を数隻遠征隊に派遣するよう命令した。そのため5月29日以降、 オランダ船2隻とイングランド船2隻はマカオの外で待っていた。合流待ちの間、この4隻の船はマカオの海上交通を妨害しようとしたが、ポルトガル船のダホには失敗した。ポルトガルの日本への航海船隊の司令官のロポ、サルメントでカルバールが大急ぎで、ジャンク船7隻を銃で武装させ、護衛に就かせたからであった。遠征艦隊は6月21日に、 マカオ近海に到着、先に到着した船と合流した。イングランド船は海船への参加を許されたが、上陸や戦利品の獲得は許可されなかったので、イングランド船の艦長は戦闘への参加を拒否した。このため、レール船の指揮下には船13隻、1300人が、あった。サンパウロ砲台の大砲6月22日の夜、 レール船は3人の偵察隊と一人の中国人を先導とし、マカオに住む1万人の中国人が中立に止まるかを調べさせた。偵察隊は進行を前に中国人はマカオから逃げ出したという偵察結果をもたらした。次の朝、レール船は数人の武漢と規定に乗って上陸地を探す作業に入り、次の日に、 東の逃亡用山麓から上陸することを決定した。本当の上陸地から目を逸らすために、オランダ船3隻が6月23日に南からサンフランシスコ砲台へ砲撃を開始した。半日にわたる砲撃と侮辱の後、オランダ船は夜に砲撃を停止した。ポルトガル側に死傷者はいなかったが、オランダは勝利を予測して、トランペットやドラムを徹夜で鳴らした。 ポルトガルも負けじと同じように楽器を鳴らした。ポルトガル人にとって、オランダ侵攻はタイミングが悪かった。この時期、マカオ住民の大半は年に一度の日本との貿易で、甲州に出かけており、また、民の典型ミカドは1621年10月に、満州での戦役で、ポルトガル人を徴兵しており、多くの男子や大砲は、マカオから運び出された。そのため、 ポルトガルは要塞化の不足に加えて、兵士の不足にも悩まされた。ポルトガル側の記録では、50人の重視と100人の重機を持てる平民しかいなかったという。オランダが翌朝に上陸してくることが明らかだったので、ロッポサルメントでカルバーリョは徹夜で要塞を調査し、兵士の指揮を上げた。聖ヨハネの日である翌日、オランダ船のうち2隻は、サンフランシスコ砲台への砲撃を再開した。 そのうちの一隻であったガリアスは、ポルトガルの激しい反撃に遭い、損傷して、数週間後に自沈せざるを得なかった。日の出から2時間後、上陸軍800人は、サンフランシスコ砲台への砲撃が続いている中、出発した。この水陸両用作戦でオランダは32隻の規定を使った。 また上陸の援護に湿った火薬が空に打ち上げられて、煙幕に乗じて上陸しようとした。これは記録された、戦闘の内煙幕が、戦術的に使用された最初の例とされた。ポルトガル人60人と、メスチース90人が、アントニオロドリゴ・カルバリーノに引きられて、砂浜に埋伏し、煙幕に銃撃して40人を殺して、レール戦を負傷させた。 腹を銃撃されたレール戦は、この戦闘から外れた。ハンスルフェインは、上陸軍の指揮を引き継いで副兵を蹴散らした。ルフェインは2個中隊を砂浜に残して600人を、引いて入場した。逃亡要産、2008年撮影オランダ人は、マカオ市の真ん中まで規律を保ちながら進軍したが、サンパウロ砲台の射程に入ると激しい砲撃に、さらされた。オランダ軍は、 ホンテニアという小さな泉を通り過ぎようとしたとき、イエズス海士のパドレジェロニモロウがサンパウロ砲台からオランダ部隊の中央を砲撃してきたことで大きな損害を出した。オランダは方針転換して見晴らしを良くするために逃亡要産を登ろうとしたが30人のマカオ人と黒人に阻まれた。彼らは段差をうまく使ってオランダ人に登山を諦めさせた。このような 激しい抵抗を予想しなかったオランダは、逃亡予算近くの高地に移動し、続いて撤退しようとした。これまでに、サンフランシスコ砲台への砲撃が、ただのフェイントと分かり、サンティアゴ砲台の指揮官は、ジョアン・ソアレス・ビバス率いる50人を派遣して、内陸部の守備に加勢した。ポルトガル人はオランダより先に高地を占領した。ロポ・サルメントでカルバーリョは、サンティアゴ、 の時を叫びながら、総攻撃を命令、オランダ軍はすぐさまに逃走を試みた。ハンスル・フェインは、オランダ軍に早く走るようせかしたが、オランダ敗走の混乱中に戦死した。黒人奴隷たちが先例者、ヨハネの名をもって、遭遇したオランダ人を皆殺しにしたことで、オランダ軍の混乱は、さらに深まった。 上陸した砂浜に残ったニコ大隊は逃げてきた自軍を見るやパニックして銃撃もせず逃走した。この時の混乱でオランダ軍は乗船しようとした大量の自軍の兵士によって船が沈むのを恐れ彼らを見捨てた。その結果船に乗れなかった兵士の多くは溺れるか海中でポルトガル人に銃撃されて死亡した。次の日、レルは和平を要求し、 捕虜釈放の交渉をしようとしたが失敗し、オランダ艦隊はマカオを離れて方向へ向かった。この戦闘は極東におけるオランダとポルトガルの戦闘ではオランダ最大の敗北であり、オランダの死傷者はポルトガルのそれを大きく上回った。ポルトガル側の記録は最小のものでも敵を300人殺したというものであり、ほとんどの記録は オランダ側が600人から800人の死者を出したとしている。オランダの正式記録は死者136人、負傷126人だったが、これはオランダ人のみ計算に入れたものだった。歴史家の CR ボクサーはオランダ側のオランダ人以外の死者も計算に入れた場合、死者は300人程度になるとしている。オランダ人武官は多くが死傷し、7人の退位。 4人の中尉7人の少尉が死亡した。またオランダは大砲、軍機、装備をすべて失った。一方、ポルトガル側の死者はポルトガル人4人、スペイン人2人、奴隷数人にとどまり、負傷者は20人程度であった。バタビアではヤンピーテルス・ゾーン・クーンがこの結果にすごく失望した。彼は屈辱的にも私たちは、 艦隊で最良の人々と一緒に武器の大半を失ったと記した。クーンはポルトガルの守備について、ポルトガル人は奴隷を使って私たちをマカオから追い出した。兵士を使ってのことではなかった。それはマカオに兵士がいなかったからだ。私たちの敵がその財産を安く守った一方、私たちは愚かにも多くを浪費した。と記した。彼はまた、 マカオのポルトガル人の奴隷はその主に忠誠だった。去年私たちを倒して追い出したのは彼らだった。戦闘中に私たちは少数のポルトガル人しか見えなかったとも記した。クーンはこれ以降、戦闘においてオランダ人より奴隷を重視するようになった。ポルトガル人は黒人奴隷を勝利の主な要因としなかったが、その勇猛さは認めて多くの奴隷は勝利の直後、 戦場上で自由を宣告された。中国の官僚がポルトガルの中国領土防衛への協力の証拠として殺されたオランダ人の首を持ち去った時、彼らは黒人の勇猛さについての伝聞も広めていったようであり、その伝聞に感銘を受けた海道福祉が200丹の米を黒人奴隷たちに報奨として与えた。1639年のマカオ半島の地図。 この頃、マカオには、城壁や砲台が築かれたオランダによる、侵攻以降、ポルトガル領インドのゴアにいる官僚たちは、マカオに城中官僚を置く重要性を意識し、1623年から総督を派遣し始めた。それ以前は日本への航海戦隊の司令官がマカオを、通るついでにいくらか命令を下す程度であり、彼がマカオを出港した後は、マカオの行政に、 全く関与しなくなる。しかも、この司令官の位は、リスボン宮廷で、オークションにより決められるものだった。この新しい政策で、戦隊の司令官は、マカオ総督の待遇を失った。初代総督のフランシスコ・マスカレニャスはゴアからの命令で、関東の地方官僚に賄賂を渡し、マカオの要塞化を実行して、オランダの再度の侵攻を防いだ。1622年、 オランダ艦隊は宝庫に到着した。クーンの意見では宝庫はマカオよりも戦略的に重要であった。そのためクーンはレール戦に中国戦攻撃を命令した。これは中国に貿易を強制させるためであり、成功すれば宝庫はマカオとマニラにとって変わって視力の中継貿易の中心となるはずだったが中国は この無差別攻撃とマカオ侵攻でオランダ人を海賊や殺人者として扱い1623年から1624年までの中ン紛争でオランダを撃退した。オランダは1624年に宝庫から台湾への撤退を余儀なくされた。この2年間でマカオはこのオランダの自業自得でさらに潤った。マカオ防衛の成功はポルトガルが 日中貿易を引き続き支配することを意味した。この時にはすっかり衰退したポルトガルにとって、この貿易路は唯一利益を出し続けたものだった。この状況は30年後、日本が1639年にポルトガル人を追い出し、さらに1641年にポルトガル領マラッカが陥落したことで終わった。マカオの特価花園にあるマカオの戦いの記念像。 この戦闘は、ポルトガルのマカオにおける大きな勝利として祝われた。イングランドの旅行者、ピーター・マンディは1637年に、マカオに到着した時、ポルトガル人とオランダ人の間の戦闘。オランダは負けたが、そこには失望の源氏がなく、国への侮辱もなかったという子供の踊りを記述した。1871年、マカオの特価花園に、この戦闘の像が建てられた。 また、この勝利の後、マカオの住民は6月24日をマカオ市の日として、祝い,い、1999年のマカオ返還までマカオの祝日であった。ありがとうございます。